多血小板結晶は結晶板に富む結晶濃縮物である。血液中の結晶を遠心分離によって調整したもの。結晶板の濃度は本来の2から7倍となる。赤血球は除去されている。PRP には800以上の可用性のタンパク質や分子が含まれ、成長因子が豊富に含まれる。これまでに報告されている副作用は、 注射に伴う痛みなどで少ないとされる。PRP がよく用いられている領域には骨格や結合組織の再生、高校や顔がある。成長因子を増加させることで地位プロセスを高め、修復を促進する。自分の細胞を使用するので安全だとみなされている。低の注射による PRP の投与。一般に注射される。分子量が500ダルトンを超えると、 皮膚の角質層を通過できないとされ、500ダルトンの法則と呼ばれているが、PRP は分子量が多く水溶性であるため、脂質が豊富な角質層ではさらに不利である。これを迂回するために、PRP の美容的な利用では注射の他に、一般にマイクロニードリングが使われるが、他に、4導入、エレクトロポレーション、マイクロニードル、超音波導入なども使われる。 またマイクロインジェクション。強い証拠のあるエビデンスレベル 1A の疾患では、外側上下炎、変形性膝関節症、足底筋膜炎、回線腱板検証の治療に対してである。皮膚科においては、難治の糖尿病性側部潰瘍では、エビデンスレベル1倍との証拠があり、その他は2以下であった。変形性関節症では、主にヒアルロン酸と比較したの ランダム化比較試験があり、中期までの痛みの改善に比較された治療法より PRP の方が効果があるが、全体的にエビデンスレベルは低く、質の高い RCT の実施が必要である。顎関節症では研究は少ないが有望な有効性を報告している。慢性腰痛では RCT が1件しかなく証拠が欠けている。 男性型脱毛症では9件の RCT があり、有効とするのは7件であり、有望だが治療手順は統一されておらず最適に使用するための標準化が必要である。2019年のレビューでは、10件の試験管研究と1件の動物研究から抗菌作用があり、特に抗抗、歯肉、刺繍感染症に利用できるが、臨床的に有効化はさらに調査される必要がある。 成長因子は分子量1000ダルトンを超え、多いものでは6万ダルトンであり、一人での実験ではマイクロニードリングを使っても浸透していなかった。しかし実際にはニキビによる反抗に対してマイクロニードリング後に PRP を使った研究が4件あり、マイクロニードリング単独より効果を上げている。美容における若返りの目的ではその効果を、 証明した研究がほとんどないため試験が計画され、2016年にランダム化比較試験の結果が報告されたが、40代の20名で顔に1回注射し、疑悪に比較して、新皮コラーゲン濃度を優位に上昇させた。続いて20人の RCT で、注射での PRP か、成長因子を顔半面に割り当て6回手術し、半年後、共に表皮、 神秘の厚みに優位な改善があった。光老化の24人での RCT で、マイクロニードリングのみか、併用して PR、PRP か15%濃度のトリクロロサクサンによる P リングを6回手術し、異常な組織化コラーゲンはいずれでも減少し、表皮の厚みでは、トゥカ併用、神秘の改善では PR、PRP 併用がより良好であった。 光老化の19人での RCT で1回注射し、6ヶ月後、皮膚科医による評価に、偽薬の生理食塩水との差はなく、被験者による評価では、PRP がシワを改善した。2018年のレビューでも、唯一の副作用は、注射による痛みと腫れで、全体的な有害な反応は、非常に少ない。しかしさらなる調査は必要である。遠心分離器。 血液を遠心分離して PRP が調整される。PRP の調整法は単なる遠心分離、二重遠心分離、選択的露化など様々である。一般的には赤血球を遠心分離し、それから遠心分離によって血小板を濃縮する、迅速に分離できる、調整方法に対する合意がない。別の治療法である競合する幹細胞治療では、 数週間の培養が必要である。結晶板は800以上の可用性のタンパク質や分子を含んでおり、それらは成長因子、サイトカイン、ケモカイン、膜タンパク質、メッセンジャー分子、代謝産物といったものである。成長因子が豊富である。別の治療法である競合する幹細胞治療では、特定の成長因子とサイトカインを産生する。 ラットでの総称中の報告では1970年まで遡る。1970年代に PRP の用語が登場した。医療での利用はホイットマンが高校領域において1997年に最初に報告した。ありがとうございます。